こいちょっと。どうもついに皆さん見た？ついに変わりましたよ。この5日間の旅もですね、残り、あと半日ですけれども、ついにですね、ついにあれが出たんだけど、わかる？この映像見てわかります？この映像見てこれまでと違うことわかります？ここ手をつけていいですよ。あ、現在地ついて、ちょっと現在地つけます。はい、GPS オンにしました。失礼しました。 GPS オンにしました。そうですね、正解した人がいますけど、ついに雨が降ってまいりましたね。やっと雨が降ってきた。恵みの雨が、5日目にしてようやくですね。イボジが出たんで、ちょっと待ってもうちょっとこの駅を眺めて、この駅舎を眺めて、その駅舎、それではじゃ あ行きましょうか。え、何、もうでも旅終わりですよ今日ね。皆さん、あの、結局ですね、高山本線使わずに帰ることにしたんで、高山本線を使わずに帰るので、桑名は5時に出ますんでね、桑名は 5時出るんで、で私が津に来た理由はですね、わかりますか皆さん。松坂じゃなくて松坂だった、また読み間違えた。ずっと松坂って言ってたけどさ、松坂駅に着いたかなと思ったらね、でっかく松坂って書いてあって、へーってなってさ、松坂じゃねえか、松坂誰ですか、松坂言ってるのは。横浜高校出身のさ、耐え敵を耐え、忍び敵を忍び、松坂牛ですよ本当は。もうこの旅ですね、かなりね、勉強になりましたよ、この読み方のね、読み方の勉強になったね。夏香の悪口なんて書いてないでしょ、私。津のね、行きたい場所というのはもうあそこしかありません。津駅近くの観光スポットといえば、あれですね、皆さん。え、朝日屋？何それ。駅前にさ、蜂蜜まんじゅうって売ってたから、後で買うかもしれない。蜂蜜まんじゅうとか聞いたことないやつが、露店売りしてたから買うかも。あれ美味しいんですか。まあ、駅前戻ってくるから、また13時5分の汽車に乗るから、13時2分だったかな。で桑名の方向かいますけれども、赤服買った。赤服カンカンうるさい。集団水難事故の場所、それどこ。あ、でもなんか那智駅からさ、どこだっけ、那智駅から大門坂向かうと、さっきからこのカンカンって何なのこれ、火の用心あれ。え、なんか歌ってる人もいるし、え、どこでやってんのこの祭りみたいな音は。どっから聞こえてくるんだろう。火の用心じゃないの、雨降ってんのにね。雨降ってるから、あの歌歌っていいですか。あの歌歌ってもいい。これ駅前の通り、駅前通りは片側3車線でございますね。片側3車線。雨に濡れながら佇む人がいる、傘の花が咲く、土曜の昼下がり、
約束した時間だけが体をすり抜ける。道行く人は誰一人も見向きもしない。 あそこでやってるんだ。ちょちょ、あの人たちに何やってるか聞いてくる。何やってるか聞いてくる。こんな駅前で何してるの。これ何のパフォーマンスなの。観客いないし。天理教の人だった。天理王命って書いてあったけど、天理王命かな、どっちかな。あの標識を叩くのが決まりなのかも。実はさ、長良駅からどこだっけ、長良駅から和歌山に向かうときにずっと天理教のウィキペディア読んでたんだけど、ずっと天理教のウィキペディアを延々と読んでた。朝のお勤めがどうとか言って、この辺が繁華街なのかな、ちょうど。今ちょっとパチンコ屋ぐらいしかやってないけど、どうなんだろうね。あ、ちょっとバレちゃったじゃん、私が県庁行きたいってこと。早速ちょっとバラさないでください。あなた、県庁に行こうとしてんの、わしは。一瞬でバレちゃったじゃん、地元民のか分からんけど。県庁見たいでしょ、だって県庁見たい欲求があるから、私にはね、うん、県庁一瞬見て帰るから、それが目的だから。今回の大したことないの。じゃあその大したことないところ見に行きたいですね。もうそれは大したことなければないで。いやー、ちょっと今回ね、驚きだったのはですね、もう和歌山県庁ですね。和歌山県庁が富山県庁とマジでブリ2つだったんですね。見覚えがあるものが目の前にあるなと思ったら、え、これが嘘でしょってなりましたんでね。いや、なんであんなそっくりなのか知らんけど、
え、もしかしてあれ県庁じゃない？あそこになんか見えてるよね。あれ県庁かもしんないね。あそこに見えるでかい人たちも。どうかな。施工会社が一緒なんだ。そう、和歌山とすればそんな共通点あんの？その施工会社一緒にする、どうなんだろう。津駅もさ、あの東と西でさ行き来できないんだね。何これ、これ近鉄？あんなことあるんだねと思ったの。他にそういう件ありますか？全くあの全く同じようなさ、こっちからも来たし、同じやつが来た、同じ列車来ちゃったじゃん。全く同じ列車だった今。県庁と一緒だね。まだ来んのかな。まだ来んのこれ。開かずの踏切じゃんこれ。もう一個来んの。あ、もう一個来た、もう一個来た。あ、もう一個来んの。あれ快速三重じゃん。わしが乗ってきたやつだ。あれは JR っぽいね、なんとなく。これが三重駅近く、三重駅あれね。あ、三重駅じゃないわ、津駅だ。面白いね、あの駅のとこ見ても津ってひらがな1個書いてあるだけだったしさ、ちょっと新鮮な感じはしましたけどもね。車両少ないって、だからわしが乗ってきたから快速三重2両だったと。最初びっくりしたもん。え、快速で2両ってなって、合ってんのかなと思って。これ富山県でさ、快速とかそういう文化ないからさ、あんまり、富山県って快速なんて文化ないでしょ。あの地鉄に少しあるけどさ、地鉄なんて乗らないしさ、普段。つびるだって、つびる1968の10月、つびるってまたなんか面白いですね。富山県だから快速、あの富山地方鉄道のあの立山行くやつとか、あの宇奈月温泉行くやつには快速あるけど、あんなの使わないしね、県民はね。県民はあんなの使わずに、あの普通にあの車で行くしね。特急はわかるよ。特急はあれ、あのサンダーバードとかそういうやつでしょ。快速っていうのはその、あの青春18切符でも使える、あの 駅飛ばしていくやつでしょ。鈍行よりちょっと格上の。面白くない。ところでこの津駅周辺の一番の繁華街ってどの辺なんですか？とりあえず私県庁に向かってますけども、この辺が一番の繁華街なの。あの道を曲がれば県庁。県庁ここ曲がった方がよくない？ここ曲がった方が早く行けそうな気がする。わしが思うに、あの正面に見えてるあのでかい黒っぽい建物が県庁だと思ってんだけどな。四日市のトンテキ見たかった。やっぱちょっとね、都会レベル観察したいからね。和歌山も見たしさ、奈良もさ、あの駅前の通りとか見てきたけどさ、今のところやっぱ奈良がすごいですね。奈良のあの繁華街って感じ良かったね。まあ高層ビルは少なかったけど、あの奈良公園に向かう道ね、線路沿いに行けばいい。こっち方面ですか。いや、津駅があれどうなんですか。あの 西と東で出るのに、あれもしかしてあの地下道すらないの、あそこって。あのホーム、はい、一回入って上くぐんなきゃいけないタイプなんですかね。私だから、あの県庁と反対側の駅出ちゃってさ、出ちゃったからさ、俺あのどうやって行こうかなと思って。大門ってとこあんの。あれ県庁っぽいよね、あの奥のあれ。あれ県庁じゃない？それともこれ？さすがにこれか、これか県庁。どっちだ、どっち県庁だと思う、これ。どっちだと思う。こっち行ってみる、とりあえず。でもこんな線路沿いなわけないよな。あ、黒っぽい方、じゃあこっちか。
ツアー大物芸人が芸能人が来るの。じゃあ黒い方行きます。県庁の前で写真撮って私はあの蜂蜜まんじゅう食って桑名に行って焼きハマグリ食べます。下ってどこ下って。県庁マニアだから奈良県庁行かなかったけど、奈良県庁見たらあの近鉄奈良駅の方だったから行かなかったけども、過去にもいろんな県庁見てきましたけどね。佐賀県庁とかね、金沢、あ、石川県庁とか。初音ミクまんじゅうじゃないですよ。観光大使は西野かな。三重県の人ってあんまり、いやこっち行き止まりじゃない、行き止まりだったこれ。やられたじゃん。あっそうじゃないですよ。三重県の有名人ってもう分からんね。西岡さんになっちゃうね。西岡さんが一番有名だと思うよ三重県では。その手は桑名の焼きハマグリっていうね付け出し言葉のせいでね、私はねあのハマグリ食いに行くんですよ、うん、その付け出し言葉をしてしまったらもうね、興味関心あれ。こういう石ってさ、あのあそこの石使ってんだっけ、あのどこだっけ、あそこの何だっけ、那智の那智黒、そう西岡農民の、そうそう、あんここ前作ってた西岡さんしかわかんない、三重県の人っつったら。そうね、あ那智の滝でね写真撮られるときに、はい、なあちって撮られましたからね。はい、ポーズとかじゃなくて。県庁まだ？あ、クワケンが何、三重出身だった。本当ですか？あ、じゃあクワケンの方が有名だわ。阪神のね、ピッチャーの桑原ね。ここ登ったらなんか見晴らし良さそう。おお、あれか。ただこっち行ってもまた行き止まりだろうから、やっぱり県庁の目の前に行きたいよね。三重県の名張市、ペニシリンのボーカルバックマナー出身で、わからんわ。ペニシリンって何？この辺で雨が少ないのかね。5日間のうちに雨降ったのは今だけですよ。で、私はもう今から外にあんま行かないしね。お、なんか置いてあるぞ、あそこに。また機関車置いたんじゃないの、あそこに。うわぁ！出たじゃ。機関車置いてあるじゃ、あそこに。あの機関車何？なんで機関車置いてあるんだ、あそこに。え？この辺森がなの？あー、でかいな、県庁。え、でかくないか、これ。これ県庁でしょ、これ。何階建て？これ。10階ぐらいあるんじゃないの？富山県庁なんてのは3階か4階建てでしょ？でかすぎだろ、これ。これ本当に県庁か？あ、北部入り口って書いてある。ここなんだ、じゃあ。あ、本当にこれ県庁。どうなんだろう、これ。実はめちゃくちゃ細いとか、実はペラペラとか。横幅広すぎだろ、これ。これ NCC 系。でも県庁入り口って書いてあるよ。県庁北側出入り口とか書いてあるよ。これじゃないの。実はこれ、縦から横から見たらペラペラとか。北朝鮮のあれみたいに。そんなことないかな。これでもし何、奥行きもさ、これぐらいあったらもう大変なことになってますよ。石川県庁がそれだもんね。石川県庁さ、あの正面から見たらさ、あれこれペラペラなのかなと思ったらさ、なんか完全な何、あの面積は正方形なんだよね。横も縦も同じ。横も縦っていうか、横も奥行きも全部一緒のね、長さでね。びっくりしますけども。
石川県庁はびっくりしますね、多分見たら、一周してみたらびっくりする。富山県庁もしょぼすぎてびっくりすると思う。でも富山県庁はマジで和歌山県庁、全く同じだった。多分回数も玄関も全て同じでしょうね。横はどうなんだろう、これ。これもこの手前のこの石の立ち門も、これも県庁の一部なの。県庁の入り口どこにあるの？富山県庁にはがっかりした。まあそうでしょうね。私も何度も見てますけども、市役所の方がまだね、いびつな形をして見るには面白いですね。あの展望台もあるからね。まあ県庁には興味ありますね。県庁とか市役所とか。あとはまあ駅舎。そしてあの駅前の繁華街、その辺を見れば大体わかる。お、県庁前って書いてある。あ、本当にこれ県庁の周り森だな。森だらけだ。愛知県庁がすごい。愛知県庁どうすごい。あと東京都庁も一回見たことあるな。東京都庁一回見たことあるわ。そういえば車多いですね。え、どうなった。県庁の目の前来たぞ。野田通りの方が面白いわ。そっちからお願いします。野田通りは面白くしようとしてるからね、私と違ってね。私全く面白さを考えてないもん。単なりもう教養深めることしか考えてないから。富山県知事目指してないですよ。富山県知事は今石井貴和って人だけども、ね、もうちょっとね、もうちょっとなんかはっちゃけていいと思うんだよね。もうちょっとなんかあの、いや、ちょっとあの保守的すぎてあんまり面白くない、あんまり面白くない。もうちょっとなんかやっていいよね。なんかさ、あの反復横跳びするとかさ、なんかあるでしょ、やること。ちょっと待って、県庁、これ草木が生い茂ってどっから見ていいか分かんないね。石井ちゃん南国っぽいですかこれね。えもうザ富山県民って感じだからさ悪いけどまあそれでいいんだろうけどね、本当はね。富山県民のもう代表格みたいな感じの うるさい、もう比べるものが富山しかないというか、富山で比べないと他のところで比べるとなんか申し訳ないからね。さあこれが正面だ。おーおおお、すごい、これはすごい迫力がありますね、これ。この建物は。やっぱこっち側も県庁の一部なんだ、左側のこれも。左側のこの、これだけで一個県庁で言えるもんだって、まず。これだけで県庁で行けるけど、さらにこれですよ、あなた。より許されんの、こんなこと。許せねえよ、こんなの。電波塔までつけてさ。どういうことだこれ。あ、これ三重県議会、あれこれ県議会なの。でも県議会って県庁にあって正解か。こっち三重県議会なのかな、よくわかんないけど。一緒か、議事堂ってこと。でもまあつながってるよねあれね。富山県議会も県議会も県庁の中あるよね多分ね。合わせて県庁でいいと思うけど。で富山県庁の3倍どころじゃないだろこれ。10倍ぐらい、10倍にもないか。でも5倍はあるでしょ。じゃあ帰ろ、見たから。よし、急いで帰るぞ。あ、でっかく書いてある、三重県庁でーんって感じ。地上の試験が終わってるから来年って何。あ、県知事の話。じゃあこっからまた走って帰る。あ、こっからも行けたんだ。
ここに道あったっけさっき。ちょっと待って、これ早く、ちょっと結構厳しいよな。間に合うかこれ、汽車にちゃんと。いやーでかかったな、これは完全に富山を越えたね。うん、もう県庁見てるだけでわかる。あれ近鉄の、あの松阪行きだった。松阪行き、いやーちょっとだいぶ教養が深まりましたね。これ福利仮配信もすると思うけど、中身が濃かったね。今回はね、5日間でしたけどもね。前回の四国は4県で10日間回ったんだけど、今回は3県を5日間でしたけども、でもだいぶ行けたんじゃないですかね。ちょっと奈良がもうね、もうちょっとね行きたかったけどね。法隆寺とかね、法隆寺は撮影禁止を知ってやめたんですけども。あ、リアトツ、そう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 、皆さん、私は伊勢神宮行ったじゃん。実はあの伊勢神宮内でですね、放送外でですね、一人リアトツがあったんですけども、いや嘘じゃないもん、嘘じゃないもん、本当だもん。あ、ちょっと待って、あ、でもギリギリ繋がってんのか、あれ県庁とあれが。いや本当にあのね、サラサラちゃんって人なんだけど、それがですね、なんとですね、私はあの伊勢神宮であの参拝終わってですね、ね、二礼二拍手一礼して、で、あのお守り屋さんでね、あのお守り買ったんですよ、交通安全の。とりあえずなんか買わなきゃいけないと思って。いや証拠は別にないけど、でそれでね、そのあのお守り買った瞬間にですね、そのサラサラちゃんがやってきてですね、あの お守りくれたの、交通安全の。うん、本当にだから私今交通安全のお守り2つ持ってんだよ。交通安全のお守りを伊勢神宮の。だから1個誰かにあげていいよ、わし買ったやつ、わし買ったやつリスナープレゼントにしてもいいよ。あ、こっち行った方がちょっと早いかな、こっちから行った方がいいかな、交通安全だからね。交通安全の守りが1個あのあるんで。でなんかサラサラちゃんが言うには、私ね、あのサラサラちゃんにね、あのホタルイカ送ってたらしいんだけど、全然わし覚えてなかったけど、ホタルイカを送ってたらしいんですよ。だから全然覚えてなかった。まあ調べたらちゃんと送ってたわ、うん、三重県の人にちゃんと。ちょっと どこに送ったかって、だって20人以上に送ってんだからさ、こっち行くか、これずっと行けばもう駅に向かえるよね。うん、で今度なんかね、今度松阪牛送ってくれるって言ってたけど、来るんでしょうか。